サルマティズム、サルマティズム、またはサルマ体主義は16世紀から19世紀にかけてポーランドリトアニア共和国の貴族階級及びウクライナコサックの生活様式や思想などにおいて支配的な文化現象、いわゆる共和国の黄金の自由時代と共に交流した。貴族階級が自らを東欧から中央アジアにかけて活動し多文化主義の社会、 チェルニャコフ文化を構成していた古代スラブの地に定住した遊牧民、サルマタイ人の出自との革新から東方地域に影響された得意な文化を形成した。サルマタイはトルコが起源ともされている。現代のポーランドでは、このサルマキズムは皮肉の字が自己意識、またはポーランド人の性格の同義語として使用されている。 サルマティアは、ポーランド・リトアニア共和国の文芸形成に深く関係していた。ポーランド貴族階級のライフスタイル、文化、イデオロギーはこのサルマティズムに影響を受けた。共和国圏内において、別々に築かれてきた東部と西部の伝統文化を、混合指導化するという得意な現象を引き起こした。ただし、 ハンガリーやモルドバをはじめとするスラブ諸国の貴族文化から大きな響きを受けた。後代のポーランド文化にもサルマティズムの伝統の影響がある。ポーランド啓蒙主義時代には批判されたが、ポーランドロマン主義時代には再評価されていた。初期のサルマティズムは理想主義的な文化運動として理解できるもので、信仰心、誠実さ、愛国心、勇敢、 平等と自由を拒いした。しかし、そうした性格は徐々に歪んでいく。後期に現れた過激なサルマティズムは、信心を共振に、誠実さを政治的無知に、誇りを傲慢さに、勇敢を万命に、自由を無秩序に変容させてしまった。その名称や文化は、ヤン・フリゾスト・ムパセクの回想録やバツ和風ポトツキの詩などに見られるように、 同時代のポーランド文化に色濃く反映している。シュラフタたちの間では、毛皮でできた長いコートを腰に帯び、口ひげを長く伸ばすことが流行した。彼らが争って演じようとしたサルマ大人のイメージとは、集団内の平等、黄金の自由を重んじ、外国人に対して無敵の馬を軽く大きな人々というものだった。サルマティズムは、ポーランド軍の過去の栄光を称え、 こうした勝負の伝統を、ポーランド貴族層に普及させることを奨励した。祝宴に欠かせないシャブラであり、特に、カラベラというタイプが好まれていたらしい。サルマティアとポーランドの戦士とを結びつけた、最初の記述は、ヤンドゥ・ボシュの年代記に見られ、両者の関係は、マルチン・ビエルスキ、マルチン・クロメル、マチェイ・ミエホビタといった、他の歴史家や、年代記作者によって深められていった。 他のヨーロッパ諸国の人々は、ポーランド・リトアニア共和国の各地域と人々についての基礎的な情報を、西イ・ロッパの読者に提供するために、ミエホビタが執筆したラテン語、当時の国際語の書物、トラクテタス・デデューバス・サーマッチスの記述を通じて、ポーランドのサルマティズムについて知った。シュラフタが自らの先祖だと主張するサルマタイ人、サルマティア人は、 古代の国会北部に実際に住んでいたイラン系を主とする部族連合で、紀元前5世紀にヘロドトスがスキタイ人やアマゾンの末裔として初めて紹介して、以後2世紀のゴート族出現まで存在が記述されていた民族集団である。歴史記述が様々に切り張りされた結果、ポーランドを築いたポラン族、ポラニエは古代猿、タイ人の子孫であり、 このアジア起源の高戦的な部族が北東ヨーロッパに移住したという伝説が作られていった。サルマタイはトルコが起源限灯されている。ポーランド出身のイギリスの歴史家、考古学者であるタデウシュスリミルスキ、1898年から1983年は1970年の著書、ザ・サーメイシアンズの中で、シュラフタとサルマタイ人は、 多くの民族的特徴を共有していると主張した。彼らは、習慣、武器、戦闘形態、単が原始的な記号、服装品などの点で似通った文化を持っており、伝説の創作により信憑性を与えたと思われる。紀元伝説の信法は、ポーランドの貴族文化の重要な一部となり、生活の全般に浸透して、ポーランドのシュラフタ階級は、 西欧の貴族階級との間に大きな文化的異を生じさせることになったズボン履く習慣のないシュラフタは西欧の貴族をズボンを履くものを意味するプルドラッチと呼んでいた。騎馬、地方での農村生活、平和志向と戦争への消極的態度、東方的なオリエント的服装、外見、ジュパン、シャブラといったものへの強い憧れを シュラフタ階級のほとんど全員が共有したことは、シュラフタが有する政治的な黄金の自由に対する連帯と誇りという、半ばナショナリスティックな感情を芽生えさせる方向へと作用し、多民族で構成されていたポーランド・リトアニア共和の貴族階級を文化的に統合することになった。サルマティズム信奉者は、社会的、家族的中退を重んじ、 女性は名誉と礼節を持って偶せられた。会話は最も好まれ優先される事柄の一つである。親戚や友人、さらには知らない人物であっても客人は進んで歓迎され、外国人は特に好まれた。ラテン語も頻繁に話された。アルコールを大量に消費する贅沢な宿宴がたびたび開かれ、縁の場では男性たちは好んで口論し、喧嘩を始めた。 パーティーでは、ポロネーズ、マズルカ、といったダンスが好まれた。名誉は大変重視されていた。男性が女性より長生きする傾向があり、また男性は総じて万婚だった。結婚は、深い友情として表現された。男性は家を離れがちだった、政務、精密、免罪、法廷などへ出かけていたのに対し、女性は、地方の家で、財産、家畜、 子供の世話をしていた。子供の出生率は高かったが、成人に達するまで生存する割合は低かった。子供は息子たちと娘たちに厳密に分けて育てられた。違法行為は横行していたにもかかわらず、大抵の告訴は時短に落ち着いた。サルマティズム信奉者の衣装は、オリエントに起源を持ち、他のヨーロッパ諸国の貴族が模倣して着用したことで、注目された。 衣装は長く、豪華かつ色鮮やかで、威厳あるものとみなされた。最も特徴的なのはコントゥシュで、パス、コントゥショビと一緒に着用された。下半身には、ジュパンがはかれ、その上にデリアが身につけられた。最も牽制のある家族たちの衣装は、クリムゾン色ないし、黄色で作られた。下半身には、起きること、サギの羽を飾った、を頭にかぶることも、一般的だった。 サルマティズム期ポーランドの葬儀は当然頻繁に行われたが、その特色ある実装は他のヨーロッパ諸国には知られていなかった。サルマティズム信奉者は極めて儀式ばった、壮麗な葬儀を一種の章のように綿密に計画した。入念な準備が、貴族の死から埋葬までの間に大勢の職人、建築家、装飾業者、召使いそして料理人といったスタッフを動員して行われた。 時として準備が整うまでに何ヶ月もかかっていた。埋葬までの時間、棺に入れられた貴族の遺骸は、教会の真ん中に建築家が作ったカストルムドロリス、悲しみの城の中に安置された。棺の周囲には、盾の紋章と、亡くなった人物の業績について書いた、墓姫を刻んだ鈴のプレートが飾られていた。宗教儀式は、こうした一連の作業が終わってから始まるのが常だった。 葬儀では鎧を身につけて、個人の役を演じる騎手によって進められた。騎手は馬に乗ったまま教会に入ると、ものすごい音を立てながら落馬し、地上における力強さと騎手の勇敢さというものに対する死の勝利を示す。葬儀の中には4日間も続く場合もあり、厳粛とは言いがたい、徹夜の縁で終わったり、完全なお祭り騒ぎと化すこともあった。 聖職者が鎧をまとって葬儀に出ることも稀ではなかった。18世紀には10人の司教、60人の司教座制度参事会員、1705人の死祭がポーランド貴族の葬儀に参加している。サルマティズムは実証主義的で、1905年にポーランド初のノーベル賞を受けたヘンリク・シェンケビチの三部作、一剣》討をもって大洪水、バンボオーディオフスキガあル。 詳細は、黄金の自由参照政治思想においては、サルマティア主義は、ポーランド・リトアニア共和国の多民族主義すなわち、ヤギエゴ・アサの思想とこうした。一方、この時代のポーランド王国の社会には、サルマティア主義の他に、バンダル主義がある。バンダル主義は中世前期の7世紀まで部族として認識されていた。バンダル人が、この頃から同じ土地に住んでいることが知られていた。 初期ポーランド人であるレフ族と同一の人々で、単に時代によって、呼び名が変遷しただけであるという考えに基づいたもので、7世紀以降も13世紀頃まで、ポーランド人がしばしばバンダル人として広く紹介されていたことにちなむ。すなわち、バンダル主義は、ポーランドの土着主義で、現在でいうところの国粋主義に相当し、ポーランド王国のピストアサの思想と交うした。 クリムゾンシュラフタ、ヒーロのシュラフタたちと呼ばれる古く初期ポーランド王国時代から連綿と続くシュラフタの人々の家系は財産の高に関係なく社会的地位が高かったが、これはバンダル主義の文脈でも語られる。広範な分野における社会的流行としてのサルマチア主義とバンダル主義は近代に入って廃れた。 多元文化主義のヤギエウォット単一文化主義のピャストの二つの思想対立は現代のポーランドにもは、名称あるいは文化的流行としては消滅したものの政治思想としてはサルマチア主義とバンダル主義は未だ健在だと言える。貴族たるサルマティズム信奉者たちはポーランドが黄金の自由により、 古代共和制ローマと似た共和国と化して以来ポーランド国家の重要な存在となっていた。この時代のポーランドは絶対主義国家に包囲され、またカトリック世界の防波堤としてプロテスタント、正教徒、ムスリムの脅威にさらされていた。現代の歴史家たちはこのサルマティズム伝統において重要だったのはサルマティア起源説の類ではなくジェチポスポリタ。 共和制国家の多民族社会、多文化社会の統治のあり方を模索出たことだったと考えている。法と、秩序、自治、官職公選といった政治体制の形成はサルマキズムと密接不可分の関係にあったのである。選挙で選ばれる国王は、それでも国家の中心を占めていたものの、その権限は様々な立法と要求によって著しい制限を受けていた。 さらに言えば、参政権、つまり政務や政務区への選挙権を持っているのは、シュラフタ、とはいえ膨大な数であったがだけである。また政務の成員は、いわゆる自由拒否権の行使によって、議決や立法の流れを止めることさえ、可能だった。そして最終的には、国王が、貴族の特権について制限したり疑問視したり、しようとした合わせには、 拒否権を行使して国王の行動を阻んだり、軍事力で国王を排除するという状態に至ったので、ある。ジェチポスポリタの政治体制は、貴族階級すなわち、共和国市民にとっての最良の世であり、現在のポーランド議会、政務の最古の形態だと言われる。この共和制は、ヘンリク条項を基礎としたものだと言われており、この共和制を否定しそのための行動をする者は重い、罪に問わた。 宗教面では当然ながら、カトリックが支配的であり、神の摂理と温調がしばしば強調され、地上のあらゆる出来事は天国へ向かうための手段と位置づけられた。一方、17世紀のポーランドでは、シュラフタの2割程度がカルバン派プロテスタントであり、この影響も強かった。残下は永遠の王罰をから逃れるためのはずべき方便と考えられ、 神は万物を平芸しその万物はすべて意味を持っているとされた。人々は、ミサ、食材、巡礼などの宗教生活に進んで参加した。聖母マリアをはじめとする聖人と、その受難への崇敬にも人々は熱心だった。サルマティズム文化は以下の人々によって代表される。この文化では、ラテン語が大変好まれ、しばしばポーランド語と混ぜ合わされたマカロニー文体で、 執筆や演説で使われていた。共和制ローマとローマ市民の関係が、ポーランド・リトアニア共和国とそ市民たるシュラフタとの関係に例えられていた、古代ローマとポーランドにおける市民のそれぞれの全人口に対する比率が似通っていることからも、この例えには意味があった。19世紀になると、ポーランド・リトアニア共和国のサルマツキたちの言語様式や文化は、ヘンリク・シェンケビチの 三部作によって大衆化した。二十世紀に入り同作品が映画化されると、サルマツキたちの文化は、現代の書籍、ヤツェクコムダなど、や音楽、ヤツェクカチャマル好きなどばかりか、RPG 作品のようなゲームソフトの対象にまでなった。サルマ大人たち、サルマキズム信奉者のうち最も熱烈な人々にとり、芸術は、カモンの名誉を、普及のものとし、 祖先の勇猛さと、その偉大な業績等を称賛するためのものであった。特に個人や家族の肖像画は大きな需要があったが、その特徴は、写実主義、豊かな色彩と象徴性、墓碑悲紋章、武器などの装飾品である。絵の中の人々は大抵、抑制された暗い背景の中に、七分身、半横向きの姿で立っている。 サルマ大人の芸術において最も特徴的なものの一つは古品ポートレートだろう。これは他のヨーロッパ地域には見られないポーランドバロック独特の媒体を利用した絵画である。八角形や五角形の肖像画は棺の頭上部分にはめ込まれ死者が誰かが判別できるようにしてあった。また肖像画は不滅の霊魂を持つキリスト教徒の死者が生きていることを表彰し、 上述のような賑やかで豪奢な葬式の間、死者と参列者が気軽に話しかけやすい雰囲気を作っていた。これは、地上と死後の世界とをつなぐ儀式的な媒体の役割を果たしていた。現存する少数の古ンポートレートは、しばしば描かれた当人が存命中に制作されたものであり、17世紀のポーランド貴族階級に関する信頼度の高い資料である。 絵の中の死者は必ず清掃をないし旅装をしており、これらは死者が未知の、つまり死後の世界へと旅をすることを象徴している。現在確認されているコフィンポートレートの内最古の作品は国、ステファン・バートリの肖像で、これは16世紀末に描かれている。この時代のポーランドは大最小ヤンザ・モイスキの政府のもとにあり、政治的にも、経済的にも、思想的にも、 黄金時代を迎え、ノーマン・デービスが指摘するようにその共和主義は各人の良識と共存していた。サルマティズムキポーランドでは、シュラフタの邸宅や教会が木造で建てられる傾向が強かった。これは、ゴシック建築と特色あるスタッコ装飾のアーチに代表される、より素朴な建築材料を好む流行が背景にあった。墓は、全校が反映されるよう、 生前により多く寄進を行った教会に建てられた。玄関部分に、お持つマナーハウスが無数に建てられ、その多くは木造、松、もみ、唐松だった。品格が通される広間は大きな玄関ホールであった。マナーハウスは女性の住人にとってはより親密な私的空間、男性の住人にとってはより公的な空間であったようである。マナーハウスの隅の方には、 別館が備えられることが多く、庭内は先祖の肖像が記念品、戦利品で飾られていた。古い時代に建てられたマナーハウスはわずかしか残らなかったが、その伝統と習慣は1920世紀まで続いていた。現代のポーランドにおけるサルマツキの用法は、自意識過剰を皮肉に表現する言葉である。また時にポーランド人気質の類義語として使われる。 この用法においては、下記の後期、サルマティズムと関連付けられる。当初、共和国市民タルシュラフタの理想のあり方として、見られていたサルマティズムは、良き文化運動として始まった。ヤンザモイスキの時代には、敬虔な信仰、思想信条の自由、政治的誠実さ、愛国心、勇敢さ、平等と自由、法の支配及び遵守といった、優れた。 諸価値が見出されていたのである。しかし、ジグムンと三千洋の知性以後に頻発した国内外の政治的、経済的な大変動により、後期、サルマティズムにおいては、信仰は、不関与と共振へ、誠実さは、政治的無知へ、誇りは存在へ、勇敢さは、頑固さへ、シュラフタの平等と自由はニヒリズムへと移っていった。サルマティズムは当初ポーランドルネサンス期、 ヤンザ・モイスキの時代に勃興した時代を前期、サルマキズムとする。前期、サルマキズムは、ポーランド・バロックとは共存しつつ格好たる地を築いたが、後期、サルマキズムは、ポーランド啓蒙主義とはイデオロギーにおいて対立することになった。そして18世紀後半には、サルマキズムの子は、上期の後期サルマキズムの文脈と、席付けられ、完全にネガティブな意味へと変容した。 更新性や無知網舞さの類義語、啓蒙の反対語であり、国王スタニスワフアウグストポニャートフスキが改革の反対者に貼った、強竜ない中イラフタという部別的なレッテルにも使用された。そうした意味での使用は最初、牧狂期やジャーナリズムや文学作品において見られた。つまり、後期、サルマキズムへの反省や批判から、前期、サルマキズムへの先祖が、 エリとして発生したポーランド啓蒙主義の著述家たちは、サルマティズム、内容から言えば、これは、後期、サルマキズムを指したの子が持つ、政治的、文化的願意を直上的で、非率的なものとみなし、最も手近な批判とあざけりの対象として使ったので、ある。ポニャトフスキの支援を受けた繊維あふれる改革者の、新聞、モニトル紙が、軽蔑的な意味合いで使い、 フランチシェイク・ザブーツキが自身の喜劇、サルマティズム1785年で滑稽に描いた、いった例が典型的である。サルマティズムと古き良きシュラフタの伝統、すなわち前期サルマティズムの価値観は、祖国が地図上から消え去ったポーランドロマン主義の時代に再評価を受け始めた。勇敢さと多文化共存社会を熱狂的に求める反乱の時代の人々は、 サルマキズムへの憧れを復活させていったのである。この風潮はおそらく、ポーランドとリトアニアの若者が連帯していった11月期の熱狂の中で最も高まっただろう。シュラフタモノという小説ジャンルが生まれ、サルマ大精神を鼓舞した、リトアニアのリップカタタール人を先祖とする、ポーランド人であるヘンリ・シェンケビチの小説、リトアニア人すなわち、ポーランド人であるアダム・ミツキエビチ、 パンタデウシュ、ニシュウクライナ人、ボルイーニ地方出身すなわち、ポーランドであるユリウシュスーバツキ、およびジグムントクラシンスキラの死に見えるように、サルマキズムの来賛は敬験な信仰、思想信条の自由、政治的誠実さ、愛国心、勇敢さ、平等と自由、法の支配及び遵守といった諸価値を重視した前期サルマキズムの文脈と関連付けられて大きくなっていった。 有機的労働、ヤギエウォ主義、モルジュ戦線、ワルシャワ放棄、独立自主管理労働組合、連帯の流れ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。